じゃあ S2 線外装見ていきます。まずフロントバンパーからですね。この辺りは結構綺麗な感じですね。特に目立つような傷とかも見当たらない感じですね。こんな感じで綺麗な状態です。で、ヘッドライトはですね、まあ、若干ちょっとくすみがあるかなっていうぐらいですけど、まあ、ヘッドライトコーティングとかしたらですね、綺麗になると思います。で、ボンネットはですね、ちょっと飛び石傷が多めかな。まあこういうところとかですね、こんな感じで出ております。大きくガサッと削れてるっていうようなところはないんですけれども、まあこういうところとかも含めてですね、ちょっとありますね。へこみは特に見当たらない感じです。で、フロントフェンダーの方も合わせてこういう飛び石の傷がちょこちょこちょこっと、飛んでるところは出ております。こんな感じですね。で、ホイールは純正の17インチです。タイヤが S ドライブで、溝の方はまあまだありますね。ちょっと劣化がし始めてきてるかなといった感じです。で、ドアミラーちょっと傷がありますね。で、左側のドア、まあこちらもこれちっちゃい飛び石の傷が少しあります。ただまあ全体的にはそんなに目立つような傷はないですね。で、サイドステップ周りもちっちゃい飛び石傷とか薄い線傷とかあるような感じです。まあでもそんなには目立たないですね。で、左のリアフェンダーも薄い線傷と飛び石傷はちょこちょこちょこってあるかなっていうぐらいな、感じですね。で、左リアのホイールちょっとガリ傷多めです。こんな感じですね。リアタイヤこちらは結構溝も残っててそんなにひびも入ってないですね。続いてリアバンパーです。下のぞくとですね、ちょっとここに大きめの傷があります。上からはこんな感じで、リアバンパーはまあこういうちっちゃい飛び石傷がですねちょっとあるかなっていうぐらいですけど、まあバンパー自体は比較的綺麗な状態ですね。ちょっと薄い線傷みたいなのはありますかね。で、トランクですけれども、へこみの方は特になくて、傷とか色あせなども、まあ、特に目立つような感じのはないですね。こんな感じです。で、右の、リアフェンダーです。まあ、同じここら辺にちっちゃい飛び石傷があるかなっていうぐらいですね。こんな感じです。大きな傷は特にないです。右リアホイール、まあ、こちらもちょっとこうガリ傷、こういうところのねガリ傷なのかな、こういうのってちょっとささっと入ってるところありますね。運転席のドア、そしてドアミラー、この辺りは綺麗ですね。特に気になるような傷はないですね。サイドステップ周り、右側もまあ薄い線傷、ちっちゃな飛び石傷あるかなっていうような、感じです。右側のフロントフェンダーもまあこういう飛び石傷とか特にちょっと前の方来るとですね多めについてるかなっていうところはあります。右フロントのホイールは綺麗ですね。で、最後にポロです。特にですね目立って破れてるとか切れてるようなところはなくて、ポロ自体もそんな色褪せしているような感じはしないですね。こんな感じです。あとフロントからですね、ちょっと飛び石が、飛んでいるところが数箇所あります。はい、以上 S2 線の外装でした。